きょんばんはー。エウレカです。今回は VF1 バルキリーファイターモードダイキャストギミックモデルを作る。ボリューム120。制作の方をやってまいります。えっ、ー、と、前回まではですね、えー、この なんだっけな連想ビーム砲っていうの,のの組み立てが進んでおります。一本はほぼほぼ出来上がってるんですが、もう一本はね、先っちょの部分の細かいところを作っておりました。また細かいとこ作ったんですけど、完全にね、隠れてしまってるというふうなことにはなっておりましたが、まあそれが今回、 二本を連結させる。まあ、そんな感じの作業になる様子ですね。さあ、サクサクと進めてまいりましょうか。ビーム砲右の組み立て。よいしょと。また同じようにここの竿を作っていくって感じですね。よし。えー、接着剤用意してありますよ。んなんだこれんこれ多分、製造者の髪の毛が <laughs> なんか混じってたぞ <laughs>。<laughs> ま、そういうとこ気にしなーい <laughs>。 えっと、これかなこれでいいんだな。ここにまた接着剤を垂らし込んで行きまして、接着すると、よいしょと。うん、で、ここに、LED のケーブルを通すわけですね。よーし、接着してまいりますよ。まあ、前回やったのの、ちょっと。 学びを活かしましてまて、あ、接着剤を塗るには塗るんですが縁の部分ここがね、くっつきにくいので縁の部分にも接着剤を軽く当てときましょうねで,でケーブルを通してよしと出しとけばよかった <laughs> よし。これで挟み込んでいくと。で、ここの部分は、ビスで固定しますので。まあでもそっか。本来ね、ここでキャップ、頭の部分は、先っちょの部分に関しましてアパチッとここではまりこは、はめ込まれるので,で、接着しろって言ってるんですけど、接着するより結構固く入るんですよ。で、お尻の方はビスで固定するようになってるので、まあ、 ぶっちゃけ接着しなくてもよかったっちゃよかったのかもしれないですね。まあいいや、えっ、ー、と、マグネティックトレーを出しましてし、ビスを開封いたしますと、よいしょと、OK。で、1本拾いまして、今回ね、ビス全部サイズ同じだっていうのはね、ちゃんと。 なんだ予習済みですので <laughs>。よし、これで、えー、ミスで固定します。よし、オッケー。で、固定をしたら接着しろと言っておりますが、接着しないで、どういう向きだ多分この向きでいいんだと思うな。上向き、丸々上向きにすればいいんだと思います。うん。 こうね、きつく入るので抜けないんですよ。もうそれこそね、あの、今まで作ってたあの、噴射効果、あれがね、もうパカパカ外れてしょうがないんですけど。OK。よし、これで固定できました。で、アーム。これはもうそのまま接着しちゃうだけか。うん。まあ、そんなに難しく。んおおパチッといかない部分があるぞ。これも気をつけないとな。よし、接着していきましょうか。 よいしょと接着剤を塗りつつこの縁の部分ですね縁の部分もちょっと接着剤を軽く塗っておくと隙間なくくっつけることができるはずよしパチンとはめていきましょうよいしょとよし パパチチッて言いいましたねパチッとっここの合わさる部分にも接着剤を塗ったので隙間なくくっついてくれればいいと思います何かコードを通うせなところも書いてないからうんこれでオッケーなのかなよしそして次こいつじゃないな。 118号、119号、118号、こっちで組み立てたベースに、おっと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 ,っと。うーん。ちょっとわかりづらいな、これな。この向きで見て、奥側か。この向きで見て、奥側に通して、差し込むと、お なるほど。で、えー、ネジで固定する。よいしょと、固定しましょうか。よし。こいつやな。よし、固定をします。おなかなか面白い感じなこれな。 しまったかな1本で大丈夫なのかよいしょとうんあ、くっついたなほいまずは1本うーんこれでいいかなそしてその隣にまた同じように差し込むとおおほう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  なかなか <laughs>、なかなか見栄えある。おーほほなかなか見栄えある。いい感じじゃないでしょうか。またこれもビスで固定しろと。よし、ビスを拾って。よいしょっと。ダメだ。うまく、うまくいかない。よしと。 一緒につけて穴に入れてあー、ダメだめだ横にずれちゃううんよしとうん、入ってるなよしオッケお,い,おいい感じですね、日本の えっと、連想ビーム砲 <laughs> ビーム砲が。おお、かっこいいぞ。これかっこいいぞ。めっちゃかっこいいぞ。いい感じじゃないですか。めっちゃいい感じ。ちょっと浮くっちゃ浮くけど。まあ、いっか。はい。えっ、ー、と、コードが出ております。固定しました。で、次に、このアームか。アームを。えっ、ー、と。 ベースにアームあなるほど下からこう支える感じなのかんんこうかこの向きかはめはめ 逆 <laughs> ん分かりづら分かりづらいややっぱこうだよなこあここかなるほどねなるほどなるほどうーんアームの先端を少し持ち上げて左右の方をここを固定するで 裏側に入るのか裏に入るあなるほどねそういうことかはなるほどなるほど最後の方針支柱の…んこうん,んあ一応ここ接着しろっていうことだからいやこれちょっと難しいな 先に、本体側の方に塗っといた方がいいのかな接着剤をつけて、うん、一応こっちにも塗れるっちゃ塗れるけど、この状態で、内側からはめて、こう、これでいいのか。こっち側はちょっと固定できねえぞ <laughs>。 いいのかな、これでまあくっつくでしょう、これで十分ねおーすごいこの方針を支えるアームですよいやかっこいいですねあー素晴らしいそしてこいつはこの向きかこの向きだなケーブルを2本通します そうしてなるほどパチンと収まるわけですねおお収まりましたケーブルの位置ケーブルの位置まあ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 大丈夫だよなまあ大丈夫だなよしうーんこれは接着ってわけじゃないんだな、うん、ビス固定でいいですね よし。オッケー、ビス固定していきましょうか。よっと。いや、入ってないな。入ってない。難しいぞ、これ。穴が見えないから。入ったかな入った,入った、入った、入った。よし、よし、よし。はい。 で、よいしょと。うん。入った、入った、入った。おーし。どうだ、どうだ。うん。いい感じやぞ。ほい、完成です。ここの部分は固定はしてないので、一応、回そうと思えば、一応、回る。抜こうと思えば、抜けますのでね。 おお、多分ここにパカッとカバーがついてくるんでしょうね。よし。ということで、今回分、完成でございます。よし。あと読み物、エピソードガイドばっかですね。な <laughs> んだろう、うあの、戦闘機力学みたいな、なんかそういうのが出てこなくなりましたね。 はい。えーパラダイスロストということで、1ページ、2ページにわたって書かれておりますね。はい、えー。そうしましたら、次回予告。次回でこれ完成するのかな 連ービームの組み立てと、ファストパックの組み立て Q って書いてありますので、やっぱファストパックとの組み合わせが入ってくるんでしょうね。さあ、ついにこれがね、またバカでっかい、えー、やつになるわ、なっていくわけですよ。よしえー、いや、<laughs> こういうふうにね、ものとして出来上がってくると、本当に気持ちがいいですよね。楽しいです。 はい。じゃあ引き続き頑張って参りますので、これからもよろしくお願いいたします。あ、一応再生リストね、まとめてありますので、過去の制作文も見られますのでね、よろしければちょっと何気なく再生してみてみてください。よろしくお願いいたします。そうしましたらご視聴ありがとうございました。